こんにちは。こんにちは、永田照司のパワーアップ神奈川です。私は神奈川県議会議員の永田照司です。茅ヶ崎テレビの岩田あかりです。この番組は茅ヶ崎の不動産屋さんティーズエステートよりお送りしております。はい、照司さん、はい、今回は、はい、6月補正予算についてですけれども、はいですね、はい、その前にちょっと触れてほしかったな。え、何？あ、これこの予想、気づいてましたよ、気づいてましたよ。え、そうですか。これスルーしようかなっていう。あ、そもそも関心ないでしょう。違う違う、そんなことないです、そんなことないです、そんなことないです。あの、入ってきた時から気づきましたけど、でもそういえば、うん、テレさんが市議会議員の時はなんかこう常に着てるイメージでしたけど、県議会議員でも実は着る、あの、着てるイメージは、市議会議員の人たちは、はいはい、6月から10月まで、はい、アロハを、まあ、着るわけなんですよ、はい、で、私県議会行ったんで、県議会では、うんうん、アロハビズやってないので、うん、クールビズなんですよ、はい、ただ、今日はちょっと着替えてきましたという話で、神奈川県議会ではやってません。県議会で、うん、アロハって浮きますよね。あの、怒られるきっと茅ヶ崎では清掃なんですって言っても、うん、ダメですよね。ダメ、うん、いや、頑張ればどうかな、まあまあ、そこ頑張るところかな頑張ってみます。そこにエネルギー費やさないと、ね、そうですよね。いいかなと思って、ね、まあ、今日はあの茅ヶ崎のクールビズといえばアロハビズということで、じゃちょっと着てみましたと思って強引にね触れさせましたけども、はい、まあ、そんなところで着てみたよと。はい、で、はい、はい、いいですか、はい、補正予算、はい、6月の補正予算についてですけど、はいはい、補正予算ってあるんですね、うん、あるんです、あるんです、はい、なんでなんで話ですね、うんうんうん、あの、これまでもパワーアップ神奈川で、でまた前身のパワーアップ茅ヶ崎でも話したけども、はい、やっぱり3月議会っていうとその年度の終わりで翌年度の予算を決めるという話を何度かしてきたと思うし、今令和4年度が4月からスタートして今日が6月ですよね、はい、で、まあ、令和4年度がスタートしたと、はい、で、まあ、今年の3月は昨年度っていうことになるんだけど、うん、そこで令和4年度の予算を決めたはずでしょうと、うん、で、決まってます、もちろん、うん、だけど3ヶ月経って、うん、またここでもう補正かよってちょっと思います、うん、あの、思うかもしれないんだけど、うん、これ いつもやってることで、翌年度の予算をドーンと決めます、うんうん、で、大概6月の議会、9月の議会、はい、12月の議会で、神奈川県の場合よく 2月議会って言ったりするんだけど、うんうん、まあ、市議会で3月議会っていうのとほぼほぼ一緒なんだけど、はい、そこで補正予算って大概出ます。あ、そんなに小刻みに、うん、割と定例的に出るんですね。なんか多分私以外も年間のもの、うん、1年間のものをこう決めてやってるようなイメージでしたね、うん、なんだけど、うん、やっぱりこう社会状況も変わるし、まあまあまあ、それに応じて臨機応変に補正をする、うん、まあ、従来というか、まあ、ずいぶん前の話で言うと、はい、補正っていうのはあんまり褒められたことではなくて、やっぱり決めたその年度の予算できっちりやるんだよっていう考え方が推奨されて、で、補正が出るっていうことはその積算がね、はい、甘かったんじゃないのっていうような追及を議会でもよく受けたりしたんだけども、やっぱり昨今はあの臨機応変に状況に応じてあの補正するのは、まあ、やむを得ないっていうより逆に臨機応変に対応していこうよっていう感じに変わってきてるのが最近の現状ですよね。で、あの、ここ2年のコロナの状況の中では割と今言ったように定例的に6、9、12、2月でやるのに加えて、さらに
臨時で入ってきたりっていうのがありまして、そういう補正予算の今取り巻く状況がありますよね。で今回はどういう状況に対応すべき補正予算かっていうと、原油価格物価高騰等総合緊急対策、確かにこの国のね対策に対応して、県民生活への影響を緩和するという趣旨の補正予算になってます。で、代表的なので言うと、はい、ガソリンが上がってますよね。いやもうガソリンだけじゃないんだ、うん、何もかも上がってますね。何もかもがね、うん、上がってるんだけど、まあ、そのお給料だけ上がってない、ねね、残念っていうことなんだけども、はい、まあ、そのガソリンの高騰に対応して、うん、県の方でも、うん、農家の方に対する、はい、その、まあ、エネルギーに関する補助、うん、あと貨物運送業者に対する補助、はいはい、あとタクシーの業界に対する補助なんか出してます。あ、すごい。で、そもそも国としては石油の元売りにね、うん、補助をして、うん、ガソリンって影響がすごいでしょ、うん、誰もが使うしね、一般の方も車に乗れば使うし、うんうん、で農業の方はハウスでずっと炊いてたりもあるし、ね、タクシーだったりね、貨物業者はエネルギー、うん、エネルギーがずっとね、使うし、もう本当に広範にわたるんで、うん、国としては元売り業者、うん、大手のね、そこに補助金入れてますよね、うん、リッターガソリンでリッターあたり、はい、今35円以上ぐらい補助を入れてるんですよ、元売りに。結局元売りからこういろんなね人たちが使うところに行くからそれでも上がってますもんね。そう、35円以上入れてて、今の値段今170円前後ぐらいになってますかね。ちょっと最近落ち着いてますけど、うん、あ、場所にもよるかもしれないですけど、うん、170円切ってたりかなする日とかもあります、まあ、でもそれだけ補助を入れてるっていうことなんですね。補助がなかったら単純にその分上がってるっていうことで、まあ、国がそうやって、社会全般に影響があるような原油高への対応している上乗せということでね、農家の方と漁業者の方、あと貨物運送とかね、タクシーの業界の方に入れてるという形になってます。あとね、まあ、これが、原油価格物価高高騰に対する、まあ、一つの、目玉っていうことになるんだけども、これ補正予算なんだけど、はい、新規で出しているのもあったりして、うん、補正で新規って、あ、面白いなって思うんだけども、うんうんうん、本来であれば本予算で出して、うん、それがこう足りなくなったりするので、うん、新たに補正するっていう感じなんだろうけども、うん、新たに項目が加わってるっていう、そう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 、そうですね。もう何ですか？例えば、子どもの学習生活支援といった分野とか、あと生活困窮者支援とか、引きこもりの支援っていうのも、まあ、新規で、まあ、今までやってたのに、まあ、加えて新たな項目でねやってたりとか、あと高齢者の方の支援とか、はい、障害者の方の支援とかね、そういうやっぱり今の状況の中で困窮している方々へ支援していくっていうような補正が新規で出てますね。あと、あ、これもそうなんだっていうのがあって、はい、学校給食の物価高に対応するために、ね、これは特に県立の特別支援学校の給食費なんかの負担をしていくと、県としてね。そちらが優先的に、やっぱり大変ですよね、特別支援学校にね、通っているか、通っているご家庭というのはね、うん、他にもですね、やっぱ子ども関連多いですね今回ね。それぐらいこう数字として出てきてるってことなんですね、うん、そうですね。だから必要なだっていうものが、うんうん、なので、まあ、原油高
物価高に対応して、まあ、そういう業界、はい、あと困窮している人たちへ対応した補正予算、うん、それはこう困窮している人たちは、ま、待っていればこう来るというか何かしらちゃんとこう手続きをしないとっていう、あ、それは様々だと思うんで、ああ、そこはあの、うん、意外とアナウンスも大事だし、ね、あのご自身も情報はあのキャッチしていただきたいというふうに思いますね、うん、で、額にして、はい、216億円ということですね、で一般会計で、うん、県のね、で当初予算額が、2兆3448億円という当初予算額に対して今回、216億円と一般会計ですね、まあ、そんな規模になってますということで、ご紹介させていただきましたけど、あの補正っていうのも結構そんな頻繁あるんだっていうことを、ね、そんな頻繁にあるとは全然思わなかったです、ね、意外にね、で、さっき言ったように割と臨機応変にやるようになってきている、ね、でもすごいですね、そういう短いスパンでそうやって決、うんね、で決断して予算を組んでいくって、なんかそういうイメージなかったのですごいなって、はいはい、そうですね、まあそんなことも企業並みのスピード感ですね、意外に、ね、そうですね、ちょっと驚きました、はい、ということで、今回は6月補正予算、はい、まあ、国が、ね、対応する原油価格、物価高に対応する、はい、そういう趣旨に基づいた補正予算になっていますということでお届けをしました、はいはい、また見ていただければというふうに思います、はい、それではまた見てください、さよなら。